中継と抜けて、はい、12番でリアップしたところは問題なく中高タイムは40秒59と1本目より上げてきました。 85.68 でのフィニッシュです。 85.68 でのフィニッシュですから、秒数にすると83秒ですね。83秒台ということになりますね。まあまあいいタイムです。タッチを取れるといった選手も多かったですね。やはりですね、流れがあるとゲートに近づいてきてしまう選手がたくさんいるんですけれども、意外とですね、しっかりラインを抑えてゲートが離れているんですけれども、ちょっと離れていますちょっと離れています。そして何なら聞いてみるみたいなそういうことですね。小山選手も今7分ゲートは選手となりましたよね。この辺の選手は全米タイム高いですね。そうですね、ベテラン選手ですね。はい、今ホイコーチが出ますからね。結構ね、皆さんトレーニングされてるんですよ。必ず言いますけどスピードになるのが早いです。もうあの流れの中で行う競技なので、もう一瞬の判断ミスで、はい、まあ、それが結果につながってしまうというところがありますね。選手は常に、ね、今自分がこういう風に動いてるのかというのを意識しながら、それが強くながらに見えるというのを考えて頑張っていきたいですね。このスタートしてしまうと腕を忘れてしまうんですよね。なるほど。なのでそれをどうやって思います。35番のベルトをつけております。関根正人選手ももう11番まで来ています。12番ゲートに向かっているところ。中学3年生ですね。多分ね、まだ中学生、うん、東京のオリンピックコースというのは本当に今月なんですけど、ね、日本には1つしかないです。はい、僕らは今2年の後まで練習することが多いので、それまで練習していること難しいよ。このコースになれるっていうのですか。ね、タッチがつきましたね。ペナルティーは4ポイント。さあ上から石澤